最強勢中段で後方から人気の南関東勢動き始めました。赤番のホーム、4番の長谷部翔、3番の鈴木真嗣、南関東勢の進出を見ながら中段で突っ張る6番の伊藤幸人が前段を抑えました。5番の小崎はこれで中段を確保、4番の長谷部は動かず5番手です。6番の伊藤が先頭、中段に北日本勢といった格好で5番手後方4番の長谷部、残り1周半切りました。先頭は6番の伊藤幸人です。後ろを見ています。中段3番手5番の小崎、そしてイエローラインの外を通って2センター踏み上げる4番の長谷部と3番の鈴木、最強勢を並ぶ間もなくかわし去っていきまして、先頭主導権は4番長谷部翔で残り1周切りました。南関東勢のペース、3番手6番の伊藤幸人叩かれて3番手でもう一度巻き返そうとします。そして6番手となった5番の小崎の巻き返し、6番手から縦に踏んできました。最終バック先頭4番の長谷部かかっています。3番の鈴木真嗣、3番手も連れて6番の伊藤幸人、その内から1番の平原啓太、3着争いです。先頭は4番の長谷部翔、3番鈴木真嗣並んで差し切ったか、並んでゴールイン、1番の平原啓太3着。